はい、どうも、藤岡です。今回は、藤岡先生がやられていた、縦横無尽にね、もう駆け巡る感じの6弦スイープのパターンっていうのを紹介していこうと思って。まあ、結構前の動画で、先生がやってるお箱の予言パターン、予言スイープのパターンっていうのは、解説したことがあるんですよ。こんな感じのやつ。そう、こんな感じのやつは前回の動画で紹介したんだけど、今回はそれのまあ6弦版っていうところです。まあ一応考え方だったり、その応用の仕方は全然異なってくるんだけども、このスイープのね、元ネットは一応やっぱり、そう、マティアス・エクルンドとか、フランク・ギャンバレがもともと使ってて、で、藤岡先生もそれをこう応用して、こう使われてたっていうのがあって、そう、結構レッスンの中でもね、フランク・ギャンバレの名前を出してくれて、そこでこう、彼がやってるやり方っていうところでこう、レクチャーしてもらったことがあって、そう、その辺のこう、影響からのアプローチなんだなっていうのが垣間見えたっていうか、そう、そう、今日はその3点かな。そうそう。まあ、一つがその今回やってるその6弦パターンの、組み立て方っていうかその捉え方をしてるのかっていうところと、あとまあ、そのメジャー型、マイナー型のその形の違いについて、プラス最後は藤岡先生がやってるこう応用練を紹介できたらなと思ってる感じかな。はい。じゃあ早速じゃあレッスン行ってみようか。さあ、行くぞ。まず最初、組み立て方なんだけど、すごくこう単純明快。そうそう。後々ね、その、なんていうのかな、応用例でまた考え方のプラスアルファが出てくるんだけども、図が出てると思うんだけども、そうそう。まあ、こんな感じで、そう。6弦から4弦のその形っていうのが、このまあ、言ってみればパワーコードみたいな、パワーコードの積み重ね。そう。5度、5度みたいな感じで。うん。まあ、よくなんかドリームシアターなんかがね、バッキングで使う、こう。こんな感じのこのバッティングを使うようなその音の積み重ね方、ボイシングなんだけども、それに対して3弦から1弦、この高音弦がでこう変わってくるんだけども、はい、ちょっと解説ね、間違えちゃってるからアフレコするんだけど、ここは3弦12フレットからオクターブを作ってあげる。うん、人差し指と小指でね。で、中指で、ちょうど真ん中の2弦の、例えば今回の場合13フレットに落とし込んであげると、マイナーの形ができるよっていう感じです。はい。うん、そう、これが一応マイナーパターン。でそれに対してそのままもう13フレットから今のこの形を始めるとそれがメジャーに変わると。こんな感じ。そうそう、その子だから3弦から1弦の高音弦側のこの半音の違いで、メジャーかマイナーかの形が変えられると。そう、だから6弦からその低音弦側はその変える必要がないっていう、だからルートが見やすい感じの、組み立て方だよね、このスイープの場合。そうそう、っていう感じの、まあ、捉え方を藤岡先生はしてるかな。スイープとして捉えるというか、そうそう、スケールを、うん、なんていうかな、なんかスイープって結構普通にこうコード、そう、Am Am って感じなんだけども、このスイープの場合、なんかこう、うん、一応明るいくらいが存在してるけども、形依存。早く弾くためにこの形を用いて、形を一定にしてあげることで、早く弾くことを可能にしてるみたいな考え方なんだよね。そうそう。今回じゃあ、Em キーを仮定して、今こう図が出てると思うんだけど、そうそう。斜線を弾いて、その、ペアをね、見やすくしてるんだけど、Em キーを仮定してもらうと、この辺が大体その低音側でとか作れるところ。そう。それに対して結構その3弦から1弦、高音弦側はいろいろパターンが見られると。そう。ね。そう。で、ここから基本的にはこう自由に使ってくれて俺構わないと思うんだよね。後ろが Em ずっと鳴ってる時とかだと本当にこう結構音とそもそもこうかなり音程が飛躍してる。コード感が大事っていうよりかはより一応こう早く弾くためにこう生まれた感じの考え方だ。そうそう。だからこんな感じでこう同じ形だから1弦から3弦だけでも、そう、高音弦側だけでも結構なんかそのまま移動させるだけでぽい感じ、こう。こんな感じでこう使ってあげたりして、すごくこうなんか、パッとこう強烈な感じの、なんか印象を持たせることができたりする。そう、で、基本的には全然ルールはなくて、この低音弦側のペアと、高音弦側のペアっていうのを自由にね、こう混ぜて、組み合わせて弾いていくことで全然そのトリッキー感みたいなのが生まれるから、そう、ここは本当にすごくラフに考えてほしいんだよね。そう。結構本当に臨機応変に上と下のパターンを織り交ぜてあげることで、そうそう、逆にその良さ、うん、トリッキーの良さが出たりするから、ね、そう、自由にやってみてほしいかな。
で戻ってくるみたいなね。そうそう、な感じでこう、あのいろいろ組み合わせで遊べる感じのスイープだったりするのね、この場合は。そうそうっていう感じ。そうで、藤岡先生がやってる応用例でいくと、結構モーダルインターチェンジでこれを使われたりして。そうで、モーダルインターチェンジって何かっていうと、まあ普通によくあるコード進行、例えば今 Em キーでね、ずっと仮定してるが、それでいくと、でここそう、まあ Em キーでひっくり返せば G メジャーキーじゃん。それに対して Gマイナーの、フラット6度とフラット7度のところのダイアトニックコードのところを持ってきてあげるって感じ。聞いたことがあるコード進行だと思うんだよね。そうそう、そうで、さっき弾いたコード進行、モーダルインターチェンジを想定した C で E フラット F っていうコード進行に対して、一番最初に紹介したそのメジャーの形の今回の6弦スイープを、全部に代入していってあげると、藤岡先生みたいなアレンジができるかな。B がメジャーになるように返ってきて、その後普通だったら Em だからで上がるかと思えば、今のこうEフラ F っていうところに対して、あ、これをこうメジャーのさっきの形を代入してあげる感じみたいな。で、藤岡先生は結構ここに対してこうなんか最初にベンディングをちょっと入れて、まあ、この6弦をたるませてルート側を強調してあげたりとかっていうのもやってる。で、このトップ着地した後、ここスライド入れて少しこうあのアーティキュレーションを足してあげてみたいな感じで、足して、まあ、アームをかけてって感じやったりするとかなりっぽいんじゃないっていう感じかな。そうそう、まあ、このスイープソン、まあ、フランク・ギャンバリーが一応元ネタでやってるやつなんだけども、先生はそこに対して結構まあ、アーティキュレーションも含めて結構ふんだんに織り交ぜてあげて、なんか、ツヤっぽくして弾いてるっていうのがあって、そうそう。で、何よりやっぱり今みたいにね、こう、アームをかけながら弾きたい場合は、アームを持ってないといけないから、前の動画でも喋ったんだけども、このスイープをこう、指先で弾かないといけない。そう。だから結構こう、もう、右手に関してはアームを持ってると、ね、その俺たちみたいにアームを持ってると、もうこう、右手が浮きっぱなしだから、このかなり、あの縦横無尽にこう動いてる中で、しかもこの縦の移動の中でかなりノイズを制御していくっていうのはすごくこう技術がいる、うん、っていうところだから、まあ、ゆっくりこうカンちゃんとこうポジションを追いかけてあげて、そう、まあ、この低音側と高音側のセットっていうところ、うん、まあ、それのこう組み合わせをうまいことちゃんとこう自分でこう見てあげ見て取ってあげて、そうそう、うん、まあ、でもこれやるときは結構もう本当に最初からクラシックフォームかな。そうそう、やっぱこう最初は少しこうストレッチ若干してるし、でその状態でこう降りてくる段階でもこうね、こう巻いてたりしてたらこう戻ってね、あの全然こう余裕がない、そう余裕がないから、そうそう。で最後におまけだけども、一応まあ藤岡先生はこういうパターンをこう6弦のスイープっていう感じで捉えてるんだけども、大村さんもこれに似たようなやつをやってて、そうそう、大村さんもこれをまあ藤岡先生はマイナーの場合 Em でやると移動しちゃったり、もうアーティレーションだったけども、大村さんはもうちょっと音が増えてこんな感じで弾いてて、そう、ミシファソレミラ、最初 の低音が同じなんだけども、高音がそうで帰ってくる、そう、こんな感じでこう形を同じとして捉えてあげることで、すごくこうどこでも繰り出しやすく、あの汎用が効く感じで取られる、こうまあ便利な6弦スイープっていうところで用いたりしたね。そう、先生、そう、初めてね、先生がこのスイープやってくれてるのみたいな、高校3年生の時なんだけど、その時本当に衝撃的で、めちゃくちゃ速くていかついスイープで、絶対俺もいつかやりたいなと思って、まあで先生に教えてもらったんだけど、まあでも後ろからたまにしかやんないんだよこれ。そう、あんまりこうやんない、そう頻繁にやんないんだけど、まあ、フランク・ギャンバレだったりマディアゲス・エクルンドがかなりこう対応してくれてるから、まあ、その辺見て勉強してくれるといいんじゃないかなっていう感じかな。はい、そんな感じ。そうそう、まあ、俺もねこのスイープとってもこう好きでね、たまにやるんだけど、でもそうやっぱりそのなんだろうな、大技だよね。そう、藤岡先生も神バンドソロで使ったことがある映像は見たことない。そう、やっぱりやるとしたらいつもこの予言のスイープだったりするから、かなり先生の中でも大技っていうこう認識なんだろうなっていうのがなんとなく想像つくかなっていう感じですかね。はい、そんな感じ。じゃあまた次の動画から配信でね、いろいろ遊べたらって思うから遊びに来てくれると嬉しいかな。はい、そんな感じ。じゃあまた。